るじゃん。さあ帰ってきました。旅も終わって帰ってまいりました。今日は5月4日ですね。火曜日、現在時刻3時ですね。3時を回りました。いや、皆さんこんにちは、平山茂と申します。また安定の大高緑地に帰ってきました。ちょっとね、大変なことにちょっと気づいてしまいました。なんとロト6買ってないというね。昨日ロト6買い忘れてるっていう。ちょっと昨日はすいません、撮影のことばっかり考えてたらロト6買い忘れました。今週はじゃあちょっと月曜日買い忘れたんで、木曜日抽選のロト6をちょっとこの後買いに行ってきます。ちょっとね、旅の出費もすごかったんで、もう資金がございません。ちょっとロト6当てて、またちょっと旅に出れるように頑張りますので、ぜひ当たるように願っていただきたい。皆さんオラに力を。さあまた今日からね、日々の大丈夫だよが始まりますから、引き続きよろしくお願いいたします。暑いですね。いや本当に素晴らしい。大丈夫だ。大丈夫ですよ。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。全然わかんない。どうなってるのこれ。ね、どうなってるのこれ。なかなか思うように進まないんです。大丈夫ですよ。マスクが汚れました。大丈夫。冷たい。完全に濡れた。帰れるかこれは。帰るよ。スワンボート乗ってたらロト6買う時間なくなりましたので、また明日買います。もう5時半か。ああ今日はゆっくりできたな。大丈夫ですね。明日の予定はまだ何も決まってませんけれども、まあ、ロト6はちょっと買っとかないと、水、木と、ね、木曜日なんで、ちょっと買っときますから、盛大に行きましょうね。でっかいのは出ますから、盛大に。また明日お会いしましょう。また明日。